高知短期大学は、高知県高知市英国次長5番15号に本部を置いていた日本の公立大学である。1953年に設置され、2020年に廃止された。大学の略称は、短大、高知短大、県立短大。高知県を運営主体とする男女共学の公立短期大学。夜間課程のみを置く社会科学系短価短大という、 珍しい形態であった。授業の開始時間は18時からであり、終了時間は21時10分。高知女子大学主催の勤労青年のための夜間公開講座を契機として1953年に設置されたという経緯から、高知女子大学との関係が深く、高知女子大学長国寺キャンパスを共用し、教室や事務室等も共通であった。また、 設立の経緯から社会人学生が多く、地域に開かれた短大と謳われていた。修行年限は2年制となっているが、長期履修制度を利用すれば、2年分の授業料で最大4年かけて卒業することができた。長期履修制度は、仕事の都合などで学業へ費やす、時間の限られる勤労者にとって、利便性の高い制度であった。夜間短大では珍しく、 国際交流も盛んであった。2012年に高知県が高知短大廃止の方針を打ち出した。2014年度をもって学生募集が停止されるとともに、2015年度には高知県立大学の4年生夜間試コースの新設によって社会人教育の機能が引き継がれた。2019年9月に最後の在学生が卒業、2020年2月に 文部科学省より、高知短期大学の廃止が認可され、閉学式が行われた。学科専攻科別科取得資格について1、古城の下の学者は、実地の光に輝きて、真理を求め行わん、真理を求め行わん,行わんあが等が、短大が等を短大高知短大に、窓辺にもゆる、夕日陰角きあふる,る、和光度のたぎる、地塩のそれににんたぎる、地塩のそれににがわれらが、 短大が東短大ーチ短大さん、昼は、社会の荒波と戦う中にも学びたる自由と平和の、実現を自由と平和の実現はあわれらが、短大が東短大ーチ短大。ありがとうございます。